どうも、エクゼです。今回やるマイクラ脱出マップは、幅1ブロックの世界柄の脱出をやっていこうと思います。もう、その世界に入っちゃって出られなくなってしまってる。もう早速説明もなしに、壁に使われているブロックは、と聞かれてる。このオレンジのってこと 何ジャック・オランタンではないなキノコライトってなんだシュルームライトシュルームライトかなホライトってどんなんだっけし なんか動いた。あ、なんか書いてある。なんか書いてあるし、早いし。えなんだ何が動いてんだこいつはあ違ったら殺された。じゃあこっち、こっちはいいんだけど。エンダーパール何に使うのこれ。 この隙間に投げろってこと。おっと。次のエリアにやってきた。あこれ全部もしかして持ってこんと。ダメだったパターン。あ早速積んでしまった。はい。戻ってきた。 全然持っていかんとダメか。んで、この辺え、で、そっち。何エンダーパールを投げてください。ああ、なるほど。なるほど。あ、エンダーパールたくさんあるわ。もらっとこう。たくさんもらっとこう。 この辺だおっと何え終わった脱出成功超短編本当だあそこがここがスタート地点だ 花瓶使われてるブロックって書いてある。超短かった。あはあ、さっくり終わっちゃった。ほんとだ、説明通り、めちゃくちゃ簡単だった。クリア時間も5分くらいって書いてある。ちょうど約5分くらい。さすが。はい。 1> 幅1ブロックからの世界から、あ幅1ブロックの世界からの脱出でした。今度はもうちょっと長いやつがいいかな。はい。では、バイバーイ。